ミサトオーストリッチファーム友です。今日は一人で、孵化予定の卵を孵卵器から孵化器に移す作業を取っていきます。では孵卵器を今週の金曜日に発生予定の卵、ダチョウの卵とエミューの卵も同じ日に発生予定なので帰るかどうかわからないですけれども孵化器に移していきます。はい、こちらに移してきた卵を孵化器に入れていきます。ダチョウに詳しくなれる、ダチョウと記念撮影、卵を取る体験も、ダチョウに餌やりだってできちゃう。めっちゃ楽しい。牧場で待ってるよ。今回少なかったです。ダチョウの卵とエミューの卵を孵化器に移しました。はい、こんな感じです。はい、エミューの卵とダチョウの卵同じ日に発生予定としてます。エミューについては本当に手探りで資料の通りに計算した感じなんですけども、はい、可愛いヒナが、2種類のヒナが生まれるのを楽しみに待ちたいと思います。バイバイ。